男子さん、もうなんでだよ、出してくれよ。俺何もしてねえだろ。うるせえぞ。またお前か。何もしてないんですけど、出してくださいよ。出ろ。冗談きついな。バカにしてんすか。いいから出ろ。もしかして処刑するんですか。そうなんでしょ、処刑するんでしょ。誰もお前をここに連れてきてねえぞ。お前何勝手に牢屋入ってんだよ。てかお前逮捕されてねえだろ。お前誰だよ。次の4択から選んでください。暇じゃねえんだ、帰れ。私は犯罪者です。うん、まあ不法侵入という意味では犯罪者だな。犯罪者だから牢屋にいるんですよ。違うな、牢屋に入っちゃったから犯罪者になったんだ。言い換えると桜だから花が咲く、花が咲くから桜だと。いやチューリップだって花咲きますよ。一人で何言ってんだよ。お前仕事は？あの医者です。医者？立派な仕事じゃないか。いや手術の代わりに高額なお金を容赦なく取る私を周りの人なんて言うか分かります？先生。普通ですね。私は犯罪者です。私には許したくない男がいるんです。許したくない男？刃物で人を刺しました。え、それ本当か？医者ですからね。暇じゃねえんだよこっちは。いいか、この外にはな、10メートル以上の有刺鉄線が張ってある。その中は湖で囲まれてる。さらにその奥に行くと200人以上の屈強な監視役がいるんだぞ。お前それをどうやって小屋に入ってきた？なんかここが建築される前にここに座ってました。もう話にならねえな。いいか、ここは100年以上前からあるんだよ。それにお前ここ鍵かかってんのにどうやって入ったんだよ。なんか鉄格子と鉄格子の間がなんか思った以上に空いてたんで。そんな設計ミスあるか。まだわかんないんですか、私がここにいる本当の理由。え、実は私ね、3連休なんですよ。暇じゃねえんだよこっちは。お前本当に医者か。私は充実してきてしまった。嫁は綺麗、子供は賢い、家はでかい、車庫には4台の台車が。車じゃねえのか。私は生まれてからずっと真面目でしっかり者として通ってきた。悪いことはしたことがない、悪口すら言ったことがない。そんな人生でいいのかなってふと思ったんですよ。じゃあ俺に悪口言っていいぞ。え、お前は今まで真面目に生きすぎてきたんだ。だからそのストレスでおかしくなってる。悪口言ってみろ、意外とすっきりするぞ。悪口？うん、ほら言ってみろ。演出してるみたいになってる。いやちょっと間違ってるし、お前もうバカでいいから、ほらもうバカって言ってごらん。バカ。どう？いやありがとうございます、なんかすっきりしました。それはよかった。じゃあもう二度とこんなとこ来ちゃダメだぞ。ダメ人間。おかわりしないで早く出てって。お前もう仕事ちゃんとしてよ。君は周りの人から尊敬されて生きるのが一番だと思うよ。うるさいぞ、囚人二人が何してる。すいません。すいません。模範囚になりたかったらな、バカな遊びやってないで静かにしとけ。はい、すいません。でお前。僕ですか。誰が医者だ。お前無職だろ。はい。家庭環境なんて言った。嫁は綺麗、子供は賢い、家はでかい、あと車庫には4台の台車が。嫁はいない、逃げた。子供もいない。家は家賃滞納、車庫がある家に住んでねえだろ。すいません。でお前。はい。ここのことなんて言った。外には10メートル以上の有刺鉄線が、その中には湖で囲まれており、その上にさらに200人以上の屈強な。湖なんかないから。
200人も雇えないから。税金無駄遣いするとな、国が怒るから。すいません、勝手なことばっか言ってるとな、ケーキ伸ばすぞ。いや、それだけは勘弁してください。もう帰ったら妻と子供が待って。お前独身だろ。すいません、本当にケーキ伸ばすぞ。いや、本当にそれだけはやめてください。私本当に嫁と子供が…嫁逃げただろ。すいません、たく。